えー、皆さん、えー、こんにちはと言っていいんでしょうかね、こんにちはですかね、えー、ビューティーポートです、えー。今日8月16日のですね、えー、午後2時に、新型コロナウイルスワクチンの第1回目のですね、えー、接種をしてきました。えー、ワクチンののですねあの 製造した会社というか、ワクチンはファイザー社製ですね。ええ、その1回目の接種した後の現状なんですけど、まあ、特にないですね。なんかあの副反応がいろいろ熱が出るとか、あの疲れが出るとか、いろいろあるみたいなんですけど、まあ、今のところ、これといって目立ったものはないですね。おかげさまで。まあ、これから出てくるかもしれないで、何とも言えないんですけど。 まあ、1回目は一般的にあまり副反応出ないっていうんで、まあ、こんなもんかなと思うんですけど、まあ、問題は2回目ですかね。あの、3週間後の、あの、来月の6日でしたか。同じ時間、あの、午後2時に、まあ、同じ接種場所、まあ、とある病院なんですけど、まあ、そこで受けることにで、もう予約も取ったんですけどね。まあ、その時どうなるかもちょっと不安ではあります。まあ、今回はまあ、 とりあえずうまくいったということで、まあ、ひとまず良かったです。まあ、まだ不安はつきませんが、まあ、とりあえずこんなところですね。はい、以上でやります。